では1回戦第4試合かな。第4試合はワンピ側が佐々木代さんのナタリア対1ピ側がサムさんのユイ。佐々木代さんは確か第1回のアストラルインパクトかなんかで準優勝してましたね。あのナタリアで、ね、よく準優勝できましたね、本当に。はい、両方のタイプでちゃんとガウチュー血液とかでタッチ B ファイルガードさせてジュリ 3D でこう出花を崩す、おなじみのスタイルですね。この辺ではちゃんと見えてる。こうなんか今立ちリフしたところにチワシに刺さったか。コパンコパンからファイルヘブン、どういう連携なんだあれは。この辺で打ってきたところにジュリ 6D で刺して佐々木代さんがまず1本前 B を置いて、この辺で下段、あのこの辺で下段は本当ガーフですよね。見てから余裕で立ってますよ。おっと、下段下段涼しい、立ち C 先端が当たって桜巻いて、この部屋で今度は見えなかった。昇竜からおっとエコー 3D 拾ってこの部屋で行ったのか。ああいうことだね。昇竜をぶち当てて弾幕から下段下段見えてた。おっと立ってしまった。今度はこれジュリ 3D 追い返してファイル、はい、ユイの体力6割だけど佐々木雄さんはもう体力1割。桜から前 B 繋がってサムさんが1本取り返す。このファイナルラウンド、立ち B がスカリに、スカリじゃない、しゃがみにスカリに、あれかわいそうですよね。昇竜はジュリ 3D。おっと、ここでカウンターからサフイカズチ。でも、ナタリア硬い。ファイルヘブンが刺さって、体力5分になってしまった。ホノハテはちゃんと立っている。と、下段引っかかって封じん。弾幕巻いて中足、中足。F 3D から、おっと、ホノハテから勝利繋がらなかった。2C から封じんも繋がらない。今繋がったら終わってた感じだった。おっと、リフしたらなんかしたかったけど、あれはちょっと無理だったな。ファイルからエコ 3D、 こちらはこの辺で立ってる前 B。 ちょっと佐々木代さん体力きついか。ファイルが当たって体力5分。これでユイは弾幕巻いて、おっとファイルガードしてしまった。ここで下段が刺さってジュリ 3D も当たって、佐々木代さんが、なんとか、1本取り返しました。はい、ということで佐々木さんが2回戦進出です。おめでとうございます。はい、1回戦第5試合、映像さん対おつむら。この映像さんは前回の突発大会で優勝してますね。今回も多分優勝候補になると思います。この早手は当たって封じん。この早手下段見えてる、見えてるのか、しゃがみっぱだったのか。そう、この人の連がこの早手は厄介すぎる。シエラ絡めて、この早手と 2C がもう連関になるんですね。あれうざい。繋がっている。風神刺さって、おつむらピンチ。この早手中段見えてない。風神が刺さって、エイトさんがパーフェクト。コパンでクータイプ。2C が当たってサポッカン。この早手は、タッチ C で切り返す。タッチ B で、指巻いて、おっと、シエラ 6D が当たってしまう。ジャンピ引っ掛けてシエラが勝ちから、このハヤテ繋がって、封じん2段。ちょっと、シエラ 6D 刺さって、サポカンからサクイカズチ。お疲れ様でした。はい。さすが、優勝候補のエイゾさんが、前回チャンピオンの貫禄を見せつけましたね。はい。というわけで、エイゾさんが2回戦進出です。おめでとうございます。はい。では、1回戦は、井上さん対ギョイヤさん。ジョイヤさんはリリスからクルミにカラガエをしました。おカエル下段刺さって、おカエルキャンセルからコパン 2C。2C 下段。タッチ B 刺さって、足払いが刺さる。スライディングですね。投げは相殺して、カエル中段から、エッコー 3D 拾ってカエルが当たらなかった。幽霊置かれて飛べない。ケツに幽霊がついてしまった。コパンが刺さって幽霊が外れる。 2B その他 2B が強い。 2B 強いけど全然減ってない。スライディングでダウン取って浴びせ蹴り中段。幽霊出したけどタチパンで潰れてしまった。はい。で二度目さんがまず1本ケツケツ 2B で繰り返し 2B カウンター。全然減ってないね。 2B 強いんだけど反発ダメが。ケツからタッチパン、裏回りに投げ。ていうか、ナタリア硬くね。幽
竜を巻いて、さあ幽霊が当たってしまう。スライディングダウン取って浴びせ蹴り、8に幽霊が当たる。でもなんかくるみが攻めてるように見えて体力は二刀流さん有利ですね。ここでようやく体力5分、エコ勝利で切り返した。 8B 光るケツが当たってカイルの削りで二刀流さんがストレート勝ちですね。はい、二刀流さんが2回戦進出です。おめでとうございます。